乙女の床の上にからですね。しどけなき乙女の床の傍らに起きし続きに定め占うと、まあ、そういう歌なんですけど、これは婚姻のあれだったんですね。で、宮津姫と大須の巫女が一応祝言したわけなんです。で、まあ、ところが、まあ、残念なことに宮津姫のお水の袴の裾にですね、月が立っていたわけですね。つまり、まあ、月のもので汚れていたんで、とてもですね、まあ、結婚はできないだろうと思われていたんですが、歌の力ですね、そういうものを突破したわけですね。それで、まあ、めでたく結ばれて、まあ、おわけですけれども、ね、だから、まあ、たとえですね、月のものに邪魔されて孫がなかったとしても、まあ、別に心が結ばれていれば、まあ、言ってもですね、結ばれるわけですから、まあ、それは言えないかということですよね。しかし、まあ、一応、まあ、寝屋に運ばれまして、そこで、まあ、陽一くん酔っ払って全部忘れてしまう、ね、姉桃代にそっくりな宮津姫がずっと眺めていたというわけでね、30分か1時間ほどで、まあ、眠気まぬこで目覚めた。まあ、陽一くんお酒回ってるわけですね。慣れない酒であった。なぜ慣れないかというと、陽一くんはまだ若い高校生ですからね。で、もちろんその熊楠征伐も恵比寿征伐も行っているわけ、それで酒いっぱい飲んでるはずですけどね、いっぱい飲んでるはずなんだけれども、現代の時間で言ったらちょっとしか時間経ってませんから、飲んだいうふうな記憶にはなってるわけやねんけど、実際はまあね、大して飲んでないということになりますわね。だから、まあ、酔いがすぐ回ってしまうわけでね、それで目が覚めて宮津姫を見て驚いたわけね。ここはどこ、君は誰、そして僕は誰と陽一は尋ねたわけですね。ほな宮津姫がね、妖艶な笑みを浮かべ、ここは乙女の寝屋よとね、私はあなたの夜を受け持つ宮津姫、あなたは大和大船の巫女、大須の巫女よ、今夜は二人が結ばれる祝言の夜よと甘く切なく伝えたというわけでね、大変な場面であります。でも今夜は何だか分からぬが、今夜はダメな気がしたというのはもう忘れてるんです。陽一くん、さっき言うの、これ今日月のものがねついてるからダメだって思ってたんだけど、そのもう酔っ払ってますね。で、白鳥の首輪のような細くしなやかな手足が絡みついて、蜂蜜が温められて匂い立つような香りがしたということでね、まあ、非常にこのそういう祝言の夜の匂いですね、独特のね、まあ、そういうことで結ばれたということですね。で、朝夜の間に集まると古谷先生にそっくりの尾張氏は言いにくそうなに口を開いたというわけでね、実は父帝から手紙が私宛に参っております。今日から今から三月ほど前に皇后が亡くなられまして、皇后の実家の勢いもすっかり凋落してしまったそうです。一刻も早く巫女の強力な補佐が必要だということでございます。まあ、巫女が早く帰ってきてくれと帝は言ってはるわけですね。そして巫女には恵比寿平定見事に成功ということで大変喜んでいるが、
最後に伊吹山により凶暴な山神と鬼たちを鎮めてきてほしいとのことでした。まあいっぱいこう大活躍したから、あとね、その伊吹山によってですね、山神と鬼たちをですね鎮めてきてくれたらね、一番いいということでね。で近頃麓の村では女たちや子供たちがたくさんさらわれ、殺された村人もたくさんいるということで難渋しております。どうかもう一度もう一頑張りできますものなら私からもよろしくお願いします。というわけで宮津姫のお父さん尾張氏もお願いしているわけでね、大津の向こうにやっつけてもらえれば助かるということで、そういうことなんですけど、それに対して宮津姫が怒ったわけですね。なりませんってね、怒ったわけです。宮津姫は突然叫んだ。この長い年月、毎日毎日巫女のことが心配でした。いかに佐野の化身と言われ、雨の無駄駒の剣を持っていると言われても、ほとんど単身で蝦夷たちの数百万の海の中にいて、殺されない道理はない、もう今頃はシャレ神戸を脱ぎ晒しているのではないか、それを思うと胸が張り裂きそうでした。もう十分戦ったじゃないですか、なぜ巫女ばかり命の危険にさらされなくてはならないのですか。すでに巫女は私の夫です、私の命です。もう危険な殺し合いはやめてください。伊吹山の山神は恐ろしい神です。それに従う鬼たちは人を取って食うと言われています。巫女が鬼たちに食べれるのはとても耐えられませんと、まあ、言ったわけですね。まあそれは当然の、今まで、もう10年近くかかって、あれもっとかもわかりません、待ってたわけですね。で毎日毎日心配でたまらなかったわけですね。それでまだこのままもいくとねえ、もうやめてくれと思うわね。それはね、ほんならお父さんがこれこれはもう行って巫女を困らせてはなりませんぞ。なあに、巫女はこれまで熊瀬恵比寿という伊吹山の連中よりも何千倍何万倍も多くの謀反を事向けやわされてこられた。事向けやわというのは言葉をかけて従わせる、つまり平定してきたということですね。心配無用じゃと尾張氏は意味をなだめたわけですけど、それはなかなかね、危険は危険ね、やっぱり命がけですわね。ですからそういうことで大津の向こうその話聞いてて、よしよかった、ね、そうかよかった、もう戦を今度はやめやん、もうやめます、行けへん行けへんという戦はやめにしますと。だが父帝のご命令だから伊吹山に行って様子を伺ってこなければ、まあ戦はしないよ、もうやめん、でもご命令がある以上ね、全くその命令無視して帰るわけにいかないから、伊吹山に行って様子を伺ってきますと。これは手ごわいとなったら、まあ、将軍をよこしてですね、謀反を片付けさせると、まあ、自分はもう行かないということですね。どうしても謀反をやめないと、まあ、話し合ってもね、やめないということやったら別の将軍を正当に差し向けることにしようと、あっさり姫の言葉に従うふりをした。そして、竹彦に目くばせました。竹彦って家来ですね、竹彦しか連れて行ってないんですよね。で竹彦に目くばせて、それで行こうっていう、まあそのそれで行こうって言っても、まあ言ったらあれですよ、その宮津姫に、納得してもらわないかということでね。でまあ戦はしないことにして行くけど、まあその様子見てやっつけられちゃったらやっつけるかも分かりませんね。まあ一応そういうことで、まあここはね、戦をしないということで、姫には言うときましょうということですね。竹彦は冬に振られたので戸惑いがちで、あ、そうでございますな、巫女の体調は良くなかったことにして伊吹山まで行って引き返すことにいたしましょう。まあ一応行かないとお父さんの命令やから、
仲介役を探して交渉ができたら交渉するというのではどうでしょう。今回は危ない橋は渡らないということにいたしましょう。まあ、そういうことでね、なんとか、まあね、戦はしないというね、ことでいきましょうと。で、尾張も姫を並べるための方便と気づきまして、ああそれはそれはそうでございますな。尾張としてはやっぱりやっつけてほしいし、熊曽恵美氏やっつけてるからもう絶対大丈夫と思ってますからね、大勢の向こうにやっつけてもらったら助かりますわね。だからやっつけてほしいと思ってると思いますけど、でもまあ姫をなだめなあかんということがあるのでまあそれはまあ口裏合わせとこうと。それはそれはそういうこと、そうでございますな。伊吹山は無理に攻めないで、当面は麓の農民たちの守りを固めることにいたしましょう。こちらから救援の兵をとりあえず出しておきますというわけでね、今襲われたりしてる最中ですから、なんとかその兵を差し向けて、まあ、村を守るということが大事だよね。いよいよ出かけるという前に2人だけで宮津姫の寝屋で少し語らったと、ね、2人だけというのは大勢のことを宮津姫ね、本当に戦はなさらないのですね、まさか口先だけではないでしょうねと宮津姫は念をした。その証拠に雨の村雲の剣を置いていくよ、これがなかったら戦をする気になれないから大丈夫だというわけで、まあ雨の村雲の剣ね、スタノオの御事が、スタノオの御事がフォアモンソ強いわけですね。で大須の御子はスタノオの御事の、まあ言ったら化身というか現れではないかと言われている。これがスタノオの御事です。スタノオの御事はですね、人を食う鬼を食うと言われているわけですね。牛刀天皇というふうな名前でも呼ばれているわけですね。これがスタノオの御事だから、これが鬼やね、人を食う鬼を食うスタノオの御事ね。それの化身と言われる大須の御子ですから、めちゃくちゃ強いという。雨の村黒布の剣というのはスタノオの御子がヤマタノオロチを退治した時にヤマタノオロチのから取り出した剣ですね。体の中に入ってた剣で、だからそれを持ってるとヤマタノオロチっていうのは日本列島みたいなもんですわ。だから日本列島をまあ、平定できると言われているぐらいのものですから、それを持たないでいくということはもう戦する気ないということ、それを持ったらもう天下無敵なんですから、持たないでいくということはまあ戦する気ないということですね、置いていくよというわけでね、だからまあ本気でやる気ないということを示していく。ほんなら大丈夫ですかというね、そんなことして大丈夫ですか、不意打ちをかけられたりしませんかと。まあ不意打ちかけられた時になんとかね、防衛するためには剣がいるんじゃないですかという。そしたら何、熊瀬や出雲の時はこの剣はなかったのか、それにこの剣には容器が、つい相手が憎たらしくなったら切り殺してしまいたくなるから立ちが悪い、もうこの立ちでもそろそろお別れしたいのだと。これが立ちが悪いって言うんでしょう。でこっちがもうこの立ちともそろそろ欠けてるんですね。まあそういうことで陽一はしみじみと語ったというわけでね。なんせその容器のあるね、刀というのを持っていっちゃうとつい戦になっちゃうということだよね。だから置いていくわ、戦争する気ないんですよという言ってるわけですね。ただうっかり、乙女の床の上に剣を置き忘れただけだという解釈もあるだろうが、それではこれまでの山田切説に込められた平和への思い、沿線の気分がを無視しすぎであるということで、ね、もう戦争は嫌やという気分があるわけやから、もう戦争したくないからこれを置いていくという気持ちを分かりますよね。で大須の御子が雨の村雲の剣を
においてイブキヤマに出かけた心境について説明しなさい。でイブキヤマの山神や鬼たちと戦うのではなく、話を聞いてやって彼らが平和に暮らせるようにしてやればいいと思い、彼らが恐れる雨の村雲の剣は置いていくことにした。雨の村雲の剣には敵を切り殺したくさせる容器があるので、その容器から逃れたいという気持ちもあったということで、やっぱり剣はね、容器漂うと言いますよね。それでまあ質問はですね、伊吹山の山上大臣に行くのに草薙の剣を置いていった。草薙の剣と雨の村雲の剣は同じ剣ですよ。あそこであのね、相模の斧で、あの恵比寿と戦ったと、火攻めにあった時に草を薙いだので、草薙の剣とも呼ばれるようになったわけですね。長い長い長い戦いの日々に生み果て、山上とも話し合いで解決を図りたいと考えたためである。だから降りていると。で B ね、戦いが長引いたので草薙の剣も刃こぼれがひどくなったので新しい刀に変えたもの。これはそういうことは書いてないわけですね、刃こぼれとか。だから関係ない。 C、 山田太郎は草薙の剣あってのものだから、草薙の剣を置いていくことで山田太郎のような修羅に生きる生き方から抜け出したいと思ったから、もう戦ばっかり続けるの嫌やという考えを持っているわけですね。ですから抜け出したい、これは正しいわけで、ね、だから B が間違っているということですね。間違っているのを選べですよね。間違った、そうだから B が間違い